こんにちは、マイステージの代表田中千尋です。マイステージの部屋ではオーストラリアに留学やワーホリでいらした方々をお招きしていろいろと体験を語っていただくコーナーです。今日のお客様は1年半前にワーキングホリデーでオーストラリアに出して有給インターンシップに参加いただいた高倉彩さんをお迎えしています。こんにちは。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。だってすごく楽しかったので、サードビザがあるなら戻りたいぐらい。オーストラリアにワーキングホリデーで行かれようと思ったのはどうしてですか？もともと海外に興味があって行かなきゃいけなきゃと思いながらもずっとずっと進んでしまって、もうこのタイミングで行こうと決めてからワーキングホリデーを調べたら英語圏で絞っていって、海と暖かい気候が好きだったのでオーストラリアに来ました。最初にオーストラリアに行かれて何をされたんですか？友達の紹介でお寿司屋さんに、はい、勤めてました。お寿司屋さんは日本人経営の？そうですね、オーナーが日本人のところで。時給はどのくらいだったんですか？時給はだいたい12ドルぐらいでした。で、それをされた後にどうされたんでしょう？その後はファームにセカンドビザを取りに行きました。どうでした？ファーム自体はすごく楽しくて、仕事も割といい仕事につけたので楽しかったですね。結構ね、ファーム天候によったりとか仕事が なんかなかなかなかったとかね、よく話聞きますけど。そうですね、収穫の量によって働ける時間が違ったりとか休みに突然なることはあったんですけども、だいたい週5日ぐらい働けたので割とスムーズに取れましたね。いいですね。私もファーム行ったんですけど2ヶ月ぐらい待たされて、待機時間が、で、はい、2ヶ月。その時お金なかったんで何したらいいのみたいな感じで毎日、はい、2ヶ月何もせずに過ごしてた時期あるんですけど、私の場合はだいたい2週間ぐらいって言われてて、本当に2週間ぐらいで見つかったので。ラッキーですね。このファームでは何をされたんですか？私はトウモロコシをパッキングといって、こう流れてくるトウモロコシを掴んでいいものだけをこう取っていくっていうような作業をしてました。ファームっていうと太陽の下でこうなんか取るとかがイメージが多いかと思うんですけど、私の場合はむしろ冷蔵庫の中ぐらいの寒さなので、まあ、動いてるので長袖1枚ぐらいでできるんですけど。時給はいくらぐらい？時給は21ドルだったかなと。結構良かったですね。そうですね、ただ他のところに比べてやっぱり5時間ぐらいとか6時間とか時間が短いので、うん、週で言うとそこまでは稼げなかった、うん、で、ファームに行った理由は何だったんですか？ファームはセカンドビザが欲しくて2年目も滞在したいと思ってたのでそれで行きましたね。オーストラリアでは語学研修はされなかったんですか？うん、特にしなかったです。最初にそのオーストラリアに来る前に3ヶ月間フィリピンのセブで語学留学してたので。そうなんですね。私もフィリピン行ったことあります。あ、私は1ヶ月行ったんですけど。うんうん、そっか、じゃあ2人とも同じパターンですね。本当ですね。それからオーストラリアにワーキングホリデー。はい、うん、で、あやさんが有給インターンシップにご参加されようと思ったきっかけとか理由は？フィリピンに留学してる時に韓国人の友達がインターンシップでハミルトン島に行っていて、そこでは毎日綺麗な海が見えたりとか、小さな島なのですごくたくさん友達がこう密にできるのでいいっていろんな話を聞いてぜひ行きたいと思って応募しましたね。あ、それでマイステージのことをその時に知ったんですか？そうです、そうです。マイステージさんしか扱ってないって聞いていたのでもう情報をゲットして。すごい。なるほど、ハミルトンアイランドに決まった。そうです、ハミルトンアイランドに念願の。パブリックエリアクリーナーという公共の施設をクリーニングするような仕事でした。一緒に働いてる人たち の人種っていうんですか、どんな感じだったんですか？人種は日本人が半10人ぐらいと、オーストラリアとニュージーランドの人も10人ちょっとぐらいいるような環境でした。時給は、20.4 ドルでした。すごいですね。なんかそれ以外にも別でこう空いているポジションにこう参加できるみたいなのがあって、毎週毎週メールでここがシフトが空いてますっていうメールが来て、そ
こから自分でコンタクトを取って入れてもらうというようなシステムでしたね。そうですか、はい、そうすると他のポジションはどんなところに入ってたんですか。他は結婚式場だったりとかそういうパーティーとか扱う部門のウェイトレスをやったりとか、あとハウスキーピングとか朝のバイキングとか本当にいろんなことをやらせていただきましたね。へー、それだと週何時間ぐらい働けるんですか。全部で60時間ぐらいです。しかもその他の場所でやると時給がもうちょっとだけアップするんですよ。へー、いくらなるんですか。26ドルぐらいもらえるので。時給で。時給でです。わーい。そうするとお寿司屋さんの頃がなんかもう何だったんだろうって思いますね。12ドルから倍以上です ね、 ね、そのパーティー会場とかそういうところだとかなり英語を使えたんじゃないですか。そうですね、基本的にはこう座ってるお客さんのところに料理を持ってくのとも一緒にあの飲み物もサービスしなきゃいけないので、何飲みますかとかそういったり案内とかそういうのも全部で絶対必要になってきますね。英語は結構伸びましたか。そうですね、伸びたと思います。周りにも友達にも伸びたねとは言われました。日本の職場とオーストラリアの職場の違いって何か感じました。やっぱり一番違うのはフレンドリーな感じ、ラフな感じがやっぱりあったので、すごい楽しく働こうってみんなが努力してるので、ちょっと疲れてる人がいたりとかするとちょっと楽しませてきてくれたりとかするので、はい、割と楽しくできましたね。オーストラリアにある日系の、そのお寿司屋さんでもお仕事されてましたけど、その日系のところとオーストラリア人系のそういったリゾートですかホテルですかっていうところは何か違いっていうのを感じました。やっぱり日系のところは日本人がやっぱり集まってきてしまうので、お客さんは外国人なんですけど同僚とは日本人なので日本語話す機会がすごく多いので、うん、その辺はやっぱり、あとはお金。でも安くてやってないみたいな。週末とかは何されてたんですか。週末は私はビーチがすごい好きなので、スタッフ割引とかでスタンドアップパドルっていうやつだったりとかシュノーケリングとか結構いろんなアクティビティがあるので、はい、それ以外にもグレートバリアリーフに行くツアーがすごい安く行けたりするんですよ。だいたい多分普通のツアーで行くと250ドルぐらいするところを60ドルとか、大幅割引ですね。そうなんですよ、あの一番近いビーチでもちょっとシュノーケリングとかするとウミガメが見えるんですね。なんでウミガメと一緒に泳いだりとか、うん、結構そのオーストラリア人のそういったスタッフとかと交流とかっていうのはできたんですか。そうですね、結構みんなパーティーが好きだったりするので、うん、週末だけ空いてるクラブに近いようなところとかに行くともう全員知り合いみたいな感じであまた来たね今週もみたいな感じで結構一緒に楽しんで、楽しかったですね。いいですね。やっぱり都市部で生活してきた時とは全く生活ライフスタイルとか出会える人とか変わってきたんでしょうか。そうですね、都市部だとやっぱり日本人だったりとかワーキングホリデーで来てるヨーロッパ人とかとは仲良くなるんですけども、なかなかオーストラリア人っていうのは出会わなくて、だったので、ハミルトン島とかいろんなオーストラリアの場所が集まってきた人たちがいっぱいいるので、そういう意味ではなんかオーストラリアらしさを垣間見ることができましたね。スタッフ料の値段って覚えてますか。私のところは80ドルでした。1週間、はい、1週間で80ドル、めっちゃ安いですね。そうですね、シドニーとかだと2人部屋とかだと多分200ドルぐらいするので、すごく安かったですね。そして相当たまったんじゃないですか。そうですね、だいたい週に1000ドルぐらい稼げるので900ドルぐらいの貯金は頑張って自炊とかしたりとか。1ヶ月でですか。いや、週で800ドルぐらい貯めようと思ったら貯めましたね。あ、そうなんだ。週で900とか貯めれるから。そうすると6ヶ月でどのぐらい貯められたんですか。はい、全部で稼いだのが3万ドルなのでだいたい300万円ぐらい。わー。6ヶ月で日本の年収とかにもなるような。本当だ、日本で1年働いて。そうなんですよ。すごい、いいね。あやさんは日本でもリゾバイスされてたって聞きましたけど。そうですね、オーストラリアから帰ってきた後3ヶ月間石垣島にあの リゾバで行ってきたんですけど、時給が900円で同じような仕事むしろ忙しいぐらいの感じだったので、
オーストラリアの良さを身に染みながら働いてましたね。あの、ゆくインターンシップに参加されて良かったこと、良かった点はやっぱりその本当のオーストラリアが見えてきて、せっかくオーストラリアに行ったのにオーストラリア人以外の人とやっぱこう話す機会がそれ行く前までは多かったので、そこに行ってオーストラリア人のなんかこの生活スタイルだったりとか、そういうのが見えたのが一番良かったかなと思います。なるほど。なかなかやっぱり有給のインターンシップに参加する前はあのオーストラリア人と接する機会っていうのはなかったんでしょうか？そうですね、ファームに行った時に、まあ、オーナーの方とかはオーストラリア人なんですけど、やっぱりおばあちゃんとか、まあ、年齢が上の方が多いのであの若者と触れ合う機会がなかったので、有給のインターンシップでは若いっていうことですね。ちょっとイケメンの人がいたりとかして、みんなで、あ、なんか新しい人来たね、あの人かっこいいねとか言ってましたね。そうですか。参加者の方で、まあ、最初の 1,2 ヶ月はやっぱりあの言葉もわからないし仕事もきついしでしんどいっていう方が結構いらっしゃるんですけど、あやさんの場合はどうでしたか？そうですね、その辺に関しては逆に日本人の同僚がいたので文句を言い合ったりとか、そう、なんかこういう時はこうした方がいいよってあの先に言ってる方に教わったりとかもできるので、そういう意味ではやっぱり英語だと文句言えないかったりとか、うまくね、はい、言葉が出てこなかったりするので、そういうのは助けられましたね。なるほどね。しかもすごく仲良くなるので、いまだに日本に帰ってきてからもたまに遊んだりとかしてますね。いいですね。いい出会いですね。付き合ってる子とかもいたりするので、そうなんだ。そうですか。結構カップルできるんですか？そうですね、やっぱりあの島なので外に出ることは少ないので、みんなこう中で中でいっぱいたくさん遊ぶ、密に遊ぶので、こうできる恋もたくさんみたいな。そのたまったお金はどのように使われたんでしょうか？たまったお金はオーストラリアを出た後に2ヶ月間アジアの各国を回って、その後南米に2ヶ月、中南米ですね、に旅行して、それで使ってきました。いいですね。めっちゃ行きたい。4ヶ月さっぷり海外旅行したわけですけど、はい、いくらぐらい使われたんですか？そうですね、アジア旅行はやっぱりそんなに物価自体が高くないのであれなんですけど、南米はどうしても移動が多いので結構使ったんですけど、それでもまだ余ってます。余って、たまったお金が、はい、まだ余ってますね。余ってる、すごい、すごい、めっちゃいいじゃん。いいですね、行きたい。すごい、大成功ですね。ねえ、そうでしたか。まあ、それを有効に使いましたね。そうですね。インターンシップに参加して良かったなって思いますか？うん、良かったと思います。最初はあの支払う額とかもちょっとあったりとかして、友達に大丈夫なのって心配されることもあったんですけど、全然戻るぐらいの稼ぎはあったし、やっぱりお寿司屋さんとかでそんなに良くない時給でこうコツコツと日本人と一緒にあの働くよりは、こう大好きな海の近くでオーストラリア人と触れ合って、しかも一個の仕事だけじゃなくていろんなところを経験できるのは大きかったですね。今あのルーティンインターンシップに参加しようかな、どうしようかなと思っている方々にメッセージお願いします。私はとても行って楽しく、いろんな経験もできたし、お金もたまったし、すごくいい経験になれたので良かったと思ってます。私はオーストラリア行く時も嫌だったら帰ってくればいいっていうような軽い気持ちで行ったので、軽い気持ちでインターンシップに臨んでみるのもいいと思います。でも結局は、はい、あのね、帰ってもいいやって言ったワーホリだけど2年いたし、そうですね、インターンシップもフルに6ヶ月いたので、めっちゃ楽しんでました。めっちゃ楽しんでました。恥ずかしがらずにどんどん行ったらやっぱり新しい道が開けるというか、友達の輪も広がってくるので、それが大事かな。なるほど、素晴らしい。ありがとうございました。